第2回俺のエフェクターボード見ていけよ選手権、わーい。ごめん、いやこのノリ違うか。つうかさ、ギター新しくなってない？パワーキャスター。パワーキャスター、いつ、俺初めてなんだけど。それフェンダー？メキシコっす。メキシコ、何ギター新調してきてんだよ。マジかよ、かっこいいな。なんか芝いいね、これね。うん、パーフェロ。パーフェロ、へえー、結構有名だよ。はいはいはい、はい、パーフェロは、へえー、フェンダーのローズウッドが使えないから。もう、ああそうなんだっけ。あの、なんとか条約、ね、ワシントン条約、うん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 、で使えないから、うん、あのパーフェロに変わってきてる。へえー、いやなんかね、ローズウッドよりちょっと鮮やか、うん、色が。パーフェロっすね。へえー、なるほど。で、今日新しいギターとともにちょっとエフェクターの細かいね、細かいという具体的にどういう音を目指してて、どういうものを使っててっていうのをちょっと教えてもらいたいなっていう話で、はい、でその後に俺のエフェクターボードともちょっと比較して入れたらいいなと思います。はい、はい、はい、じゃあこだわりポイント。こだわりポイントはなんだろうね。まあパズとかこれじゃないですかね。ワウとか、あとこれ珍しいんじゃん、ルーマーキーリーってモデファイブランドの、あ、キーリーの、キーリーの、うん、ファズと、うん、リバーブの、うん、あの複合エフェクター。あ、じゃあ歪み4つ使ってんだ。歪み4つあるね。なるほど。歪みが4つですね。ファズ、うん、TS9、うん、チューブスクリーマー、あとオーバードライブ、ファズだね。へえー、すごい。ファズも2個使ってめっちゃ使い分けるね。そうだよ、なるほど。なんかすげえ変な音するな。あの携帯上に置いてるとね。あ、そうだ、そうそうそう、ノイズを拾うってことですね。で、ディレイも2つ使ってんだよね。ディレイ2つ使ってない。あ、使ってないの。これが、うん、DA500、これ別に DD3 に戻そうかなってちょっと。あ、そうなの。なんかめちゃくちゃいいってこの間言ってたじゃん。なんだけど、そんな機能いらんな。あ、自分はそんな細かくは使わんなと、うん、俺どっちかっていうとリバーブの方が使ってるわ。あ、そうか、こっちリバーブか。これビッグスカイ、ストライムビッグスカイ。あ、リバーブとディレイね。なるほど、使ってるね。はい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 。だシューゲーザーってファズと、うん、空間系リバーブとかトレモロとか使うんだけど、うん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 、それ用になんかあるかな。まあ本当飛び道具だよね、全部飛び道具。ああ、なるほど。基本的にあなたがね、うん、そう、ボーカルギターがね、うんうんうん、基本的に、うん、粒立ちをよく厚みを持ったね、うん、真空管の音を作ってるのであれば、うんうん、俺はもう完全に飛び道具に徹しよう。ああ、そうかそうか。よくね、ECP で一緒にやるときは、そうそうそう、基本的に、うん、音のバンドサウンドは結構厚みを作ってるじゃないですか、うんうん、ああ、俺はそうですね、結構。だからもう完全に飛び道具だよね、俺は。そうそう、バランスもちょっと踏まえてなんだね。うん、てはいる。はい、じゃあヒロイのロイヒーの、はい、ちょっと必殺技見せてくださいよ。必殺技だよ。あのね、ビッグスカイは本当に素晴らしいリバーブだと僕は思ってて、はいはい、これがギターの音なんですか。確かにすごい。してるんよ。ああ、なるほどね。さっきのだと、うん、
俺が今ドラム叩くからさ、なんとなしにやったらさ、ちょっとそれっぽくなるんじゃん。それだけで。まあなるとは思うけどね。やってみようか。やるの？やってみようか。この音色で。なんでもいい、なんか いろいろやって。いろいろ。それっぽくなるね。なんかね、すごい。本当はね、もっと紹介したいんだけど、あのね、ちょっとね、まあ、いろいろありまして、はい、まあ、あのエフェクター棒の使いあるあるの配線行きがちっていうそうタッチケーブル行きがちっていうね。じゃあ次は俺のエフェクターボード見てよ。見るか。ゾーンは汚っ。ちょっとね、めっちゃずれてるやん。やばいね、これ汚っ。いや、結構こだわりのエフェクターなんだけど、汚いね。ちょっと企画しますよ。やばちょっと待って、これなんか全然ハマってないんだけど、やばい。これが俺のボードだ。うわ、なんで直してんの。いや、ちょっと直すでしょ、そりゃ。普段こういうので使ってないんだから。いやちょっと、うわ、恥ずかしいね、これ。なかなか人にエフェクターボード見られるのなかなか恥ずかしいね。もう早速さっき俺が言ったグランドループ状態。ああ、もうこうよね。そうこれえげつない、完全にグランドループ状態。うん、一応ね、ベルデンの8412で統一はしてるんだけど、俺のこだわりポイントとしては、エフェクターボード組んでますなんて言いながら、そのさっきも言ったけど、俺アンプ直派なんで、あのいい歪みが1個あればいいってタイプなんですよ、基本。だから、その歪みをどう生かすかっていうものしか基本は組んでなくて、うん、そう。で、ちょっと近寄ってもらっていいですか。はい。で、まずメインとなる歪みがベロシティ
僕がすごいね昔からサポート時代からお世話になってるベロシティエフェクツっていうアンプのこのマーシャルとかだったらマーシャル のプリアンプっていうね音色を基本的に作る回路があって、その回路を全部ここに埋め込んだんです。しかもこれアンプ2台分なの。だからここにアンプ2台分のプリアンプが回路ごと組み込まれてます。だから出音を真似するのがよくアンプシミュレーターって言うんだけど、あれは出音を真似してるのね。なんだけどこれは中の回路の動きを真似、回路の動作をそのまま再現してるから、エミュレーターっていうの。だからアンプシミュレーターじゃん、これアンプエミュレーターで、これもいろいろベロシティさんから出てるアンプのタイプがあるんでそれを選べるんだけど、これが、ソルダーノで、これが、VHT ピットブルっていう、その2つのちょっとキャラクターの違う歪み、アンプの歪みを2つちょっと俺は気分で使い分けたりしてますっていう感じで、でこの音を俺はメイン基軸にして、でどう活かすかっていうエフェクターボード作りをしてて、でまあ今日まあこれチューナーですね、ソニックリサーチのチューナーで、これがドロップ。ドロップっていうのはチューニングを変えれます。これ1だったら半音下げ、2だったら、1音下げ、そう3だったらこう1音下げ、1音半下げとか、そういう感じにこうチューニングを変えれます。だからすごいヘビーな曲もこれ1台でチューニングを変えずにやることもできるし、でこれがちょっと珍しいんだけどヘビーエレクトロニクスのディセンドっていうやつで、で使い方としてはボリュームペダルと近くて、この歪みの音をボリュームを下げてクランチとかクリーンとかにすることができるっていうタイプなんですよ。だからこれを踏み込んだらパッとクリーンとかクランチの音に変わるみたいな、そういう感じだ。ボリュームペダルを俺昔よく使ってて、ボリュームペダルのボリュームをグッと下げることでクリーンとかクランチにしてるっていうことあったんだけど、それをこうエフェクターでやってくれるっていう。でフィルターがあるんで、そのよくボリュームペダルでやるとハイ落ちするっていうんだけど、それをこのフィルターを使ってハイを際立たせることでハイ落ちを防ぐとか、そういう使い方ができます。で、まあ、これはねここにどのエフェクターを入れるかって結構いつも悩むんだけど、マルチエフェクターをズームのねMS50 とかああいうのを入れてマルチエフェクター的に使うこともあれば、これはちょっと今回ブースターとして使ってるんだけど、ヌアーのザ・ジューサーっていう、まあ言っちゃえば TSK だと思うんだけどね、他の歪みと組み合わせて使うことが前提のエフェクターで、だからちょっと歪みプラスブースター、ソロ用のねブーストとして使ったりします。で最後にこれノイズ ISP の、なんだっけ ISP のディシメーター、まあ、ノイズサプレッサーですね。このベロシティっていうのは基本的にちょっとノイズが出やすい、その作り上仕方ないんだけど、それを抑えるのにこの ISP がこのエフェクターを使うことが推奨されてます、ベロシティを使うときにっていう使い方をしてて、まあ、そこから出ていってアンプって感じですね。で最後にまあスイッチャーとかが、まあ、スイッチャーでこれでドロップで、これでディセンド、これでベロシティ、これで、まあ、ザ・ジューサーって感じで。なるほどね。だからもう拾いのやつとは作ってるボードとはまた趣旨が全然違うんだけど、だからエフェクターボード組んでますなんて言いながらもベロシティ1個だけ持っていくとかもあるし、ベロシティと、まあ、チューナーだけ持っていくっていうこともあるんで、そこは結構臨機応変にやったりしてます。だから今日久しぶりにエフェクターボード持ってきたから結構めんどくさかったね重たってなったもんね。そう、まあね、ここをクローズアップしたいんですよ。何ちょっとゴミゴミやめろよ、やめろよ。いや、お前これさ、すげえ昔から使ってるからさ、だからお前と一緒にバンドやってる時から使ってるじゃん、このゴミ。いやで、ギターはよく使ってます。俺のね、こうメインですね、 ES335 です。そうそうそう、だから拾い結構さ、ギター変わるじゃん、そうやってなんで変えちゃダメだ変えちゃダメじゃないけどさ俺これ高校生というかずっと使ってるからさ、
なんか、まあ他のギターもあと10本くらい持ってるんだけど、でも結局この音が原点だなと思って帰ってきたんだよね。じゃあちょっと音出してみよう。まあそう、だから、まあ、ベロシティがもういろいろ VHT、ピットベルの音は、こういう感じ、ちょっとバイト感がある、ちょっと噛みつき感がある感じで、こっちがソルダーロ、ソルダーロ、アメリカンプっぽい、6L6 感っぽい、ちょっと飽和感のある感じっていうのは、まあ若干ね、わかるかなっていう。ちょっと気になったのはさ、うん、これジャズコで鳴らしたらどうなの？あ、ジャズコでもいけるよ。ジャズコで行ってみる。そうだね。なんかペラって感じは、ペラって感じはあるかも。どうしてもあるな。ちょっと リターン繋いでみよう、こっち。あ、こっちの方がいいね。リターンの方がいいと思う。パワーアンプを、うん、逆にパワーアンプを経由するから、うん、パワーアンプのキャラクターがすごい出るかもしれん、うん、いやベロシティやっぱね好きなんだよね。いろんな歪みを試してみたけど、結局こう、うん、一番アンプライクな音は何って言った時にやっぱこういう何エミュレーター系っていうか、はいはい、アンプの出音を再現してますっていうタイプののが俺は好きで、まあ、最近いろんなアンプシミュレーターのね、いいやつ出てるからね、そういうのを試してみるのもすごいいいと思う。俺はその中ではこうベロシティが結構気に入った。ケンパー買ってよ。ケンパーケンパーなー、ケンパーあれば、ケンパー買う金があればベロシティ5台買えるからさ。なんかさ、うん、あったら家楽しくなりそうだよね。あれまあね、俺今の家の環境がさ、自分の中で70点80点の感じだから、ケンパー買うってことはそれを90点とかにする感じなんだけど、ただやっぱコスパ悪く感じちゃうんだよね。高いからね。もちろん安くてもいけるっしょっていう。バーチャルの方が俺はいいと思うよ。
なんか生き生きするよね、ベロシティが。そうだね、なんか、まあ、やっぱマーシャルにつなぎたいよなっていう感じはあるよ。やっぱいいね、マーシャルの方がいいね。全然いい。全然いいね。これ変えてみた。あ、そうだね。シールド、ちょっとシールド変えてみてもいい？あんまやんなくない？あんまやんない。そう、俺シールド全然こだわらんのよな。こだわって8412で統一とか、そのくらいしかやんないんだよね。めっちゃ音良くなったでしょ。やばやばくない？やばいやばい。ローが増えたね、うん、明らかに音太くなった。やば、抜け感も良くなったし、良くなったね。めっちゃ変わった。びっくりした。いいね。結構やっぱりそのシールドだけでも全然変わるんで。変わるね。いやー、これちょっと発見でした。ありがとう。ちょっとシールドもちょっと今後こだわってみます。エンドトークちょっとします。はい、エンドトークしましょう。はい、いや、そんな感じでちょっとなんか最後後半俺が好きかって弾いてたんだけど、すごいシールドでめっちゃ音変わるなってのはちょっとびっくりした。だからちょっと俺もこだわろうかなと思いました。なんか1000円とか2000円のシールドじゃなくて、うん、ちゃんと5、6000円の、うん、いいやつ使うの。ねえねえ、買い取れって今なら、うん、2セット、うん、5000円でどうでしょう。マジで言ってんのそれ。ちょっとマジで考えますそれ。あの次のミュージックビデオとかで俺が紫のシールド使って買い取ったってことで、っていうことになるなるよね。いや、ありがとう。なんか俺も勉強になったし、まあやっぱなんかいいよね、エフェクターボードのそれぞれの思考というか考えもあって、自由もあって、まあ、ちょっとトラブルがですね。ああ、そうね、ちょっと今回はそのタッチケーブルトラブルってのもちょっとエフェクターボードある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 だっていう、そこあるあるだから。なるほどね。しかも試作のソルダーレスはちゃんと音確認して、うん、で電気取ってるか確認して、うん、アンプから出さないとギーンみたいな ね、 そうだね、なっちゃうから。わかりました。じゃあまた次回こんな機会やればね、はい、ちょっと次なんかまた面白い企画もやろうかみたいな話もしてるんで、ね、もしね実現したらこれさ欲しい。パッチケーブル。パッチケーブル。めっちゃ余ってるんや。あ、そうなの。それエンドトークでやる。めっちゃ余ってる。なんだ。じゃあまた。さよなら。はい、ではではでは。もし方いたら、ね、コメントくれれば。お疲れ。やばい、スタジオあと2分で出